ですか。はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、高橋みともです。はい、今回ですが、ツイキャスで配信してますが、これは、YouTube 上で上がるものだと思っててください。なんでかというと、感想動画いつも上げてるんですが、その動画の素材、つまり撮影使う、パソコンのマイクがちょっと行方不明いったため、この対応になりました。ほんとすいません。で、まずは感想ですね。ウルトラマンセット、特別編の感想からいきたいと思います。特別編なので、今までのやったの総集編だ感じですね。総集編、総集編みたいなので、なんかうーんって感じしました。そんな感じです。そして、ゼロワンに入ります。ゼロワンの45話、最終回の感想ですが、なんか最終回のオチじゃないような気がする。テレビ放送終わりまして映画に続きますみたいなやり方をさ、ディケードの時やったんだけどさ、それと同じような感じしてさ、嫌なんだよね正直。まあそんな感じですね。そして、もう一つ、三つ目がキラメージャーなんだよね。ごめんなさい、キラメージャーなんだっけ。まあ確認中です。一応このまま配信上げる予定ですので、どこだ、21話ですね。21話の感想です。21話は、怪人が時間を司ってたっていうことぐらいですかね。そしてこんな感じですね。ごめんなさい、ツイキャスなのでざっくりとして説明しないと30分で切れるのですいません。そしてもう一つがポケモンの35話の感じですね。ゴーくんピカチュウゲットの回です。すごく良かったです。ということで、動画締めます。ご視聴ありがとうございました。